おいスパーズファン、マキオシリー、冒頭からね、強い口調、申し訳ございませんでした。カモチェルシー、どうもアヒロです。ということでね、本日は、トッテナム対チェルシーマッチプレビュー、やっていきたいなというふうに思っております。ということでね、よろしくお願いしますということで、プレミアリーグも11節、来ました。今節のビッグマッチの一つ、ロンドンダービーが、火曜日に行われます。そちらの試合をね、本日はね、私はヒロから、マッチプレビューしていきたいなというふうに思っております。それではね、早速本日もやっていきましょう。しゃ、はい、ということで早速やっていきたいなというふうに思っております。11月7日の火曜日朝5時から行われますこの試合、トッテナムホットスパースタジアムで行われます。主審はマイケル・オリバー主審で行われます。そしてですね、お互いの怪我人の方をやっていきたいなというふうには思っております。まずですね、チェルシーの方はですね、前回とほとんど怪我人の量は変わっておりません。まあちょっと多いのでね、説明はしません。そしてね、ブラックバーン戦で、出場してなかったねムドリクはね、練習復帰ということでベンチ入りが、多分予想されます。そしてリース・ジェームズも、帰ってきました。帰ってたというか、まあ、前回も50何分で、交代してしまったんですけども、まあ、今のところポジェッティーノ、そして、まあ、メディカルの下でね、スタメンに値するか、スタメンに出れる状態かっていうのを確認しているそうです。そしてですね、ブロヤもね、ベンチ入りが予想されております。そしてですね、トッテナムの、怪我人の方出ておりますけども、ウドジェ、そして、ウーゴ・ロリス、ペリシッチ、ソロモン、そして、セセニョンが、今のところ怪我人で出ております。ウドジュに関ウドジュでいいかなウドジュでいいかなウドジェかな分からんけどに関しては未定となっております。まあ、ロリスも、股関節の痛みがあると。そして、ペリシッチいつの間に十字靭帯やったのっていう感じなんだけど、俺自身ね全然その知らなかった。3月まで。そして、ソロモン、今シーズン獲得した、フラムから獲得したソロモンも2月上旬までいないと。で、セセニオはハムストリングの損傷というところになっております。はい。そして次にね、過去対戦成績の方を振り返っていきたいなというふうに思っております。昨シーズンはですね、序盤にね、皆さん覚えていることでしょう、2-2 の、試合でございました。まあ、最後の最後、コーナーキックのシーンからハリー・ケインで同点に追いつかれてね、アキロ的には実質負けの試合かなというふうにも思っております。そして第2節はで、あ、2戦目ですね、その1点目にオリバースキップに、ミドルシュートを打たれてですね、そして、2失点目は普通にコーナーキックからのハリー・ケインの失点で、シーズンダブルを食らうという形になりました。そしてですね、一昨シーズン前 2-1-2-2 シーズンなんですけども、チェルシーとトッテナム4戦戦っております。まずですね、1試合目が 3-0 勝利、そしてカラバオカップの準決勝第1節が 2-0 勝利、そして第2戦が 1-0 勝利、そしてプレミアリーグ第2戦が 2-0 勝利と、全勝を飾っていると。そしてですね、この年トッテナムに1失点もせず全ての試合をクリーンシートで終わることができております。まあ基本的にね、皆さんもプレミアリーグ見てる方ならわかるとは思いますけども、チェルシーですね、トッテナムを非常に得意としている、チームでございます。はい。まあ、なのでね、まあ、今までの過去の成績を言えば、チェルシーの方が圧倒している。そして、まあ、近年のこの調子で言えば、トッテナムの方が圧倒しているというところで、とてもね、面白い一戦になってくるんじゃないかなというふうに思っております。そしてですね、次に、両チームの順位表の方を確認していきたいなというふうに思っております。まずですね、トッテナムですけども、まあ、第1位ですね、勝ち点26で、8勝2分け0敗と、無敗で来ております。対してチェルシーですけども、順位が11位、勝ち点12の3勝3分け4敗というところで、現段階プレミアリーグ進んできております。まあ、結構ね、まあ、スパーズに関してはもう無敗できているというところで、8勝2分けと。そして22点の9失点で、まあ、得失点差18 13点というところで、まあね、この順調に今プレミアリーグ進んできてるんじゃないかなということで、3分の1ね。はい。
で、まあ、チェルシーはですね3勝3分4敗というところで13点の11の、得失点差プラス2というところでございますけど、まあなかなか勝てないね。はい、まあ、このビッ3分けもね、リバプールとアーセナルということで、負けもねブレントフォードとかね、まあ、結構な格下に負けてることもありますので、はい、まあ、ちょっとこういうところそのもう勝ちきれるところを勝ちきれてないというところがやっぱ今のチェルシーの順位が上がってこない現状なんじゃないかなと、はい、いうふうに思っております。はい、だということでね、このトッテナム対チェルシーの注目ポイント3つぐらいかな、ご紹介していきたいなというふうに思っております。まず1つ目、無敗トッテナムを倒せるかチェルシーということでございます。今ですね8勝2分け0敗というふうにさっきも説明いたしましたけども、非常に、強いですトッテナム、はい、はっきり言いますと、もうね全く負けてない、負けてないすますね、はい、まずねスタートこそブレントフォードより 2-2 というスタートを切ってですね、今シーズン、ま、ポステコグルーなんでね、新監督なんでまあダメかなというふうに言われてましたけども、そこから、ユナイテッド、ボーンマス、そしてカラバオカップはね、フラムに負けてしまいましたけども、バーンリーに圧勝、シェフィールドに勝って、ロンドンダービー、アーセナルは引き分けましたけどもね、リバプールにも奇跡的な勝利も収めてね、まあ、大量得点こそないけども、まあ、2点を取り、確実な勝利を収めてきている今シーズンだなと、はい、いうふうには思いますね。まあ、やはりこのチェルシーね、まあ、できる限りこの、トッテナムの、まあやっぱ選手間が遠いですけど、その遠いパスをね、しっかりつなげてカウンターを決めてきてるっていう風にも今シーズン試合見てて思えるので、はい、まあそのカウンターをね、いかにこのセンターバック陣、サイドバック、まあディフェンス陣がね、どれだけ止めれるかっていうところが重要になってくるんじゃないかなと、はい、いう風に思いますね。まあ、マキロの予想では、右サイドバックギュスト、そしてチアゴシューバ、コルビルの2センターバック、左サイドバックにククレジャーと予想してますので、まあ、このディフェンス陣がねどこまで止められるかっていうところを、注目して、試合見ていただければいいなと、はい、いうふうに思います。そしてですね注目ポイント2つ目、エースソン・フンミンを止められるかチェルシーというところでございます。はい、今シーズンからですね、ハリー・ケイン亡きトッテナムでございますけども、まあその代わりといいますかストライカーのポジションをねソン・フンミンがセンターフォワードにコンバートしてという形でね、今、ポジションでやってますけども、まあ、これが、非常にハマりましてですね、ソン・フンミン自身今シーズン結構得点を取っていると思います。はい、今シーズンですね、8ゴールを決めております。はい、まあ、これの理由としましてはね、今シーズン新加入のジェームズ・マディソンね、レスターから加入しましたジェームズ・マディソンでございますけども、彼もね、5アシストを決めていると、はい、いうところでございます。5アシスト3ゴールというとてもね素晴らしい記録を今プレミアリーグで彼残しているというところで、まあ、この2コンビがね、まあ、ハリー・ケイン・ソン・フンミンに次ぐ名コンビになってくるんじゃないかなというふうに脇を予想してますけども、まあ、ここの、2つのコンビ、このコンビネーションをどれだけつながせないかっていうところが、まあ、非常に先ほどの、ね、ディフェンス陣がどこまで止めれるかっていうところもありましたけども、まあ、その今回の試合っていうのは攻撃陣よりもやっぱディフェンス陣どれだけ守れるかっていうところが非常に重要になってくるんじゃないかなとはヒロは思っております。はい、そしてね、3つ目の方、注目ポイントでございますけども、トッテナムの守護神、ビカーリオから、ゴールを、奪えるかどうかでございます。まあ、今シーズンですね、新加入、イタリアから彼来たのかな、確かね、来たと思うんですけども、非常にね、うまいですね、彼。相当うまい。びっくりしたもん、俺。あれだけ、セービングに長けている選手、なかなかいないなっていうふうに思って、まあ、足元は多分ね、見た感じないと思うんですけども、まあ、スパーズっていう下からつなげるチームじゃないので、そういうチームには非常にとても合うようなセービングに特化した選手じゃないかなと、はい、いうふうに思いますね。まあ長年ロリスが、ゴールキープあキーパーをね、ゴールマウス守ってきましたけども、その牙城を崩せるような素晴らしいセービングを持っているキーパーだなと、試合を見てとても私思いました。この、とてもねセービングに長けているキーパーに対して、うちの攻撃陣がですね、どれほどにまで、追い詰めることができるか、ゴールを奪えることができるかっていうところが
で、まあ、またその3つ目の注目ポイントじゃないかなというふうに思いますね。まあ、今のところセンターフォワードジャクソンでやってますけども、まあ、ワキロが思うにアーセナル戦に見したパーマーのゼロトップ的な感じの攻撃の仕方っていうところもね、入れてくるとまたより一層面白くなってくるんじゃないかなというふうに思っております。以上ね、トッテナム対チェルシーの注目ポイント3つご紹介いたしました。はい、ということでね、本日の、トッテナム対チェルシーのマッチプレビューいかがだったでしょうか。まあ、この動画を見てね、より一層、トッテナム対チェルシーの試合を楽しみにしていただけると嬉しいなというふうに思っております。この動画が上がるのは多分月曜日の夜かな。はい、まあ明日の朝には、まあ日曜日の、まあどっちかに日曜日か月曜日に上がってると思うんですけども、まあ明日か明後日にはね、試合があるということで、チェルシーファンの皆さん、そしてね、トッテナムの皆さん、試合の方を頑張っていきましょう。トッテナムのサポーターの皆さんね、対戦の方よろしくお願いいたします。そしてですね、チェルシーファンの皆さん、ぜひともこの試合頑張って勝ちましょう。応援していきましょう。我々ブラックフットボールではですね、この試合も、観戦配信の方をしていきます。そしてね、まあ、もう終わってますけどもね、他の配信の方もありますので、まあ、ぜひともね、来週もそちらの方の配信していきますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。今日ですね、トッテナムでチェルシーのマッチプレビューをやっていきました。我々ブラックフットボールはですね、チャンネル登録500人の方を目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録、そしてこの動画のグッズとボタンの方よろしくお願いいたします。そしてね、トッテナム対チェルシーの観戦配信の方もうね、設定してますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次回の動画、そして配信の方でお会いしましょう。さよなら。絶対勝ちます。前にも言ったけど、ロンドンを青く染めよう。